赤い部分がワラセアである、ベーバー線を青線で示す。ワラセアは生物地理学的な区分で深い海峡によってアジアともオーストラリア大陸の大陸方とも隔てられたインドネシアの当初の一軍を指す語。ボーレシア、ボレシアなどとも呼ばれる。ワラセアはスンダランドの東側でオーストラリアやニューギニアを含むニアオセアニアの北側、西側に位置する。 ワラセアの陸地面積の合計は34万7千キロ平方メートルである。マップオブオールシア、アッパーライトコーナー、フェイシングノース、ザレットラインディノッツザウェイスタンボーダーオブウールシア、ザイスタンボーダーコリスパンズツーザライトオーストラリア、ニュー、ギニアシェルフ、スンダランドとワラセアの境界は、その両側での哺乳類と鳥類の動物性の違いについて記述したアルフレッド・ラッセル・ウォーレスにちなみ、 ウォレス線と呼ばれる。スマトラ、ジャワ、バリ、ボルネオを含むウォレス線の西側のスンダランドの島々はアジアとよく似たトラ、サル、サイを含む哺乳類の動物層を持っていることで共通している。表記の間、海面は低下し、スンダナが露出しておりワラセアの島々とアジアはつながっていた。その間にアジアの陸生動物がこれらの島々に移り住むことが 可能になった。ワラセアの島々には大陸由来と考えられ、しかし海を自力で渡ることは困難と考えられるいくつかの種の陸生哺乳類、地上成長類、淡水魚が生息している。多くの鳥、爬虫類、昆虫は比較的困難を伴わずに海峡を越えることも可能であり、そのようなオーストラリアやアジア由来の種がワラセアで発見されている。 植生は圧倒的にアジア由来のものが支配的であり、植物学的にはスンダランド、ワラセア、ニューギニアを含む領域をマレシア植物地理区と呼ぶ。同様に東側のオーストラリアとニューギニアは浅い大陸法によって接続されている。これも過去の表記の時代には陸橋によってつながっており、各分野の科学者がオーストラリア、ニューギニア、マガネシア、または サフルランドなどと呼ぶ単一の大陸を構成していた。その結果、オーストラリア、ニューギニア、アルー諸島には、ワラセアに生息しない多くの有体類、陸生の鳥、炭水魚が生息している。ワラセアとオーストラリア、ニューギニアを分ける線は、リチャード・ライデッカーにちなみ、ライデッカー線と呼ばれる。フィリピンは通常、ワラセアとは切り離された領域と考えられているが、 ワラセアに含めることもある。ベーバー線はアジアとオーストラリアの動物省と植物省をおおよそ同程度に分ける中間線であり、インドネシア諸島を横断する最も深い海峡と重なっている。ワラセアは単に隣接する地域からやってくる生物種による繊維領域とみなされていることも多いが、実はワラセアは多くの固有の種文化とそれに比例して、 多くの固有種が存在するユニークな領域でもある。そのことが、インドネシア諸島の巨大な生物多様性に寄与している。ワラセアの動植物の離れた祖先は、アジア、またはオーストラリアニューギニアからやってきたにもかかわらず、ワラセアには、現在多くの固有種が土着している。多くの島が、それぞれ深い海によって隔てられているため、途方もなく大きい種の多様性が存在している。 自然保護団体コンサベーションインターナショナルは、ワラセアを生物多様性ホットスポットに指定している。ワラセアは、もともとほとんど完全に森林地帯であり、ほぼ全域が熱帯や熱帯湿性紅葉樹林で、いくらかの地域が熱帯や熱帯寒性紅葉樹林であった。高地には低山性と和高山性の森林があり、海岸ではマングローブ林がある。 コンサベーションインターナショナルによれば、ワラセアに生息する1万種の植物のうちおよそ1,500種が固有種である。固有率は陸生脊椎動物において高く1,142種の発見された陸生脊椎動物のうちおよそ半数の529種が固有種である。ワラセアのほとんどの領域は森林であった45%の領域は何らかの森林被覆があり、 52,017km がほぼ原生林となっている。ワラセアの全領域は34万 7,000km であり、そのうちおよそ2万 km だけが保護されている。絶滅危惧 A 類、絶滅危惧 IB 類、絶滅危惧2類に分類される82種と、絶滅危惧 A 類に分類される6種の陸生、脊椎動物がワラセアに生息している。 熱帯、亜熱帯、湿性紅葉樹林、熱帯、亜熱帯、乾性紅葉樹林、オーストラリアは海によって隔離されているが、理論的には、ワラセアを通して動物学的に広がることができる。ワラセアが形成された時の形跡の例は、オーストラリア北部に位置するブラフ・ダウンズホッシルサイトにある。玄武岩質溶岩の残骸は、過去のオーストラリアの海洋プレートの沈み込みを示している。 ここでは、最古のオーストラリアの月詩類の化石の一つが、発見された。オーストラリアの月詩類は、大陸の新獣下綱の多くの動物の祖先となった。また、小屋掛けネズミ族、ホップマウス族、ジャイアントビーバーラッツなど様々な種がある。他の哺乳類は西へ侵入した。スラワシの2種のクスクスは、世界で最も原始的なポッサムで、アジアで、 唯一の有体類である。鳥類は、オーストラリアとの間で生息域を拡大している。カラスとモズは南へ侵入し、ニューギニアに入った。オーストラリア大陸へ侵入するものもあった。ノガンとツカツクリはオーストラリアで演奏することになった。オカメイ,インコは、オーストラリアとワラセアのコモド島に生息するものは、似ている。数種のユーカリ族がワラセアで発見された。 ありがとうございます。